はい、美術品バイヤーの小林です。本日も動画をご覧になっていただきましてありがとうございます。本日はですね、美術品の劣化ダメージについてですね、紹介させていただきたいと思います。実はですね、美術品というのはですね、劣化します。正しい環境に置いてないとですね、ダメージが発生し、そのダメージの程度によってはですね、市場価値、作品の価値がですね、下がってしまいますので、非常にですね、保管状況は重要となっておりますので、今ですね、美術品を所有されている方、ご家族がですね、持っていらっしゃる方だけどですね、手放すタイミングがまだ想定できてない、いつか売却しなきゃいけないんだけれどもどうしようかっていうですね、考えている方に向けての動画になりますので、最後までご覧になっていただければ何かしらのヒントになるんじゃないかなと思います。そもそもですね、美術品っていうのはですね、不変なもの、価値が変わらないものとして捉えがちなんですけれども、中にはですね、ダメージが出てても価値が変わらないような超一流のですね、美術品っていうのは存在します。ただですね、一般のご家庭とかに出回っているようなですね、数十万、数百万、千万、二千万ぐらいの美術品に関しましては、やはりダメージがあるとですね、市場価値っていうのが下がってしまいます。なのでですね、美術品の管理保存っていうのはですね、非常に神経を使う点だと思いまして、そもそも正しい保管方法ってあるのかというとですね、実はありまして、美術館のような状況をご自宅でも作るっていうことになります。どういうことかと言いますと、美術館っていうのはですね、365日24時間同じ温度、同じ湿度で管理されております。そうすることによってですね、美術品のダメージを発生させない、厳密に言うとですね、劣化するのを抑えることに寄与しております。ただですね、一般的なご家庭でですね、24時間365日同じ温度を保存できるかってなるとですね、現実的ではありません。自宅ではできないからですね、専門な倉庫っていうのがありまして、そういったところに預ける方もいらっしゃるんですが、月々数万円だったりとかですね、広さによっては10万円を超えてくるようなかなり高い金額が発生しております。なのでですね、美術品とダメージっていうのはですね、切っても切れない関係になりますので、その美術品とですね、どのように歩んでいくかっていうですね、プランをですね、いま一度練っていただいて、手放さないのであれば、どこまで持っていくかっていうのをですね、事前に決めておくことによってですね、より良い美術品ライフ、アートライフっていうのが楽しめるんじゃないかという提案になります。早速将来的にどうするかっていうのはですね、3ステップで考えていただければと思います。でまず1つ目がですね、正しい保管方法か、2つ目がですね、移動するタイミングがあるか、3つ目がですね、そもそも今ダメージが出てるのかっていうところでですね、考えていただければと思います。まず1つ目の保管状況になります。一応ですね、私の持論なんですけれども、しまってあるよりは飾ってた方がダメージは進行しにくいって思っております。なので今飾ってるか飾ってないかで判断してもらえればなと思います。飾ってる飾ってないでですね、その作品に対しての気持ちもですね、なんとなく見えてくるんじゃないかなと思います。で2つ目ですね、移動するタイミングがあるか、これはですね、私の実務上のですね、感覚になるんですけれども、やはり美術品を整理するタイミングっていうのがですね、引っ越しのケースが半分ぐらいは占めると思いますね。美術品を持ってらっしゃる層の方がですね、引っ越しするときはですね、部屋のサイズが小さくなる。これはですね、年齢的な問題になりまして、やはり60代、70代、80代になるとですね、お子様も独立して、夫婦2人で住むと、家のサイズが大きいと。ちょっと管理も大変だから、2人で生活できるような、小さめの家に引っ越そうかっていうことをよく聞きます。でなので、どうしても飾る場所を鑑賞するスペースっていうのはですね、少なくなる、小さくなりますので、そのタイミングでですね、手放すっていう方がですね、多い印象です。なので将来的にですね、引っ越したりとかですね、家のサイズを小さくするとか、そういう考えがあるとですね、売却の判断はしやすいのかなと思います。で次3つ目ですね、でそもそも今その作品にダメージが発生してるかどうかっていうのを判断してもらえればなと思います。これはですね、ダメージが発生してたらダメとかそういうわけではなくて、その作品に対してのですね、思いを図るというかですね、どういうふうに判断しようかっていう判断材料になります。で具体的に言うとですね、ダメージが発生してない、すごい綺麗な状態ですよってなればですね、このまま持っててもですね、市場価格は大きく下がることはありません。なので冷静にですね、引っ越しの予定だったりとか、今飾ってるのか保管してるかによって気持ちを測ったりとかですね、それ以外のことでですね、判断しやすいんですけれども、やはりダメージがですね、少しでも出てしまいますと、基本的にどんどん劣化してきます。でその劣化のスピードもですね、5年10年とかゆっくりではなくてですね、半年とか1年とか割と早めにですね、進行していくことが多いというふうに言われております。なのでダメージが出ているのであれば、それをですね、抑えることは現実的に難しいので、早急にですね、この作品
にはですね、思ったこととか、それ以上ダメージが進行する前に現金化しようとか、そういうふうにですね、考えてみてはいいかなと思います。で、もちろんですね、ダメージが出てる、出てないっていうのはですね、なかなか判断つかないかと思いますので、そういった場合はですね、業者にですね、見積もりを頼んで、現物見てもらうっていうのも一つの手かもしれません。ただですね、とりあえず現物見てくださいっていうのもですね、業者さんも仕事なので難しいと思います。ある程度その売却する予定があるかどうかをですね、判断した上で問い合わせをしてればですね、業者さんも気持ちよく対応してくるんじゃないかなと思います。以上、この3ステップを紹介させていただきましたので、これを見てですね、将来的にどうするか判断いただければと思います。で、もちろんですね、迷っている方がいらっしゃいましたら、私はホームページからですね、相談の方を承っておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。ありがとうございました。